それでは時間になりましたので、今日の会合を始めさせていただきます。この会はですね、朝鮮半島の今を知ると題したシリーズで、今回で21回目となります。今月末に2回目の米朝首脳会談が行われますが、非核化をめぐり具体的な進展があるのか最大の焦点になっているようです。今回は少し角度を変えてですね、経済問題から北朝鮮を見てみようということで、ムン・ソンヒさんに今日来ていただきました。ムンさんは雑誌週刊金曜日の編集部にお勤めで、今発売されている号でも特集記事の取りまとめをされています。 3.1 運動でしたね、確か。 3.1 朝鮮独立運動、これですね。今回はお時間を作っていただいてどうもありがとうございました。ありがとうございます。会場の皆様もお越しくださいましてありがとうございます。私は司会を務めます東京新聞の五味と申します。ムンさんについて改めて簡単にご紹介させていただきますと、在日コリアンの2世でいらっしゃって、小学校から高校まで朝鮮学校に通われて、大学卒業後朝鮮新報社で20年間記者をされておりました。それで1996年から1996年と2003年に平壌特派員を経験されております。朝鮮新報の平壌特派員はですね、案内員というその現地の人の同行がありますが、経済の現場だとか企業体とか工場とかそういうところで直接経済の現場を見ることができるという、特別な立場にいらっしゃいました。聞いたところによると、朝鮮新報は金正日総書記ら北朝鮮の幹部の人たちが読んでいてですね、そこにその自分たちがこういう功績を挙げたので、書いてくれというふうに売り込んでくることもあったやに聞いております。その後ですね、ご自分の経験を生かされて、東京大学大学院で学ばれて、北朝鮮における経済改革、開放政策と市場化というテーマで、博士号を取られております。それをベースにして昨年にビールとテポドンという本を書かれて、北朝鮮の経済について、書かれております。先ほどお話聞いてたら、地方に取材に行くときにはですね、自分のバッグの中に焼酎を、持っていてですね、現場の人たちとお酒を飲みながら本音を引き出しながら取材されたそうです。そうしないと、いかに朝鮮新報の記者でも本当のことはなかなか言ってくれないという、そういう現場ではいろいろ取り組まれてきたというふうなことも先ほどお伺いしました。はい、それではまずムンさんの方から1時間ほどこのパワポを元にお話しいただいてですね、その後30分ほど質疑に移らせていただきたいと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。皆様、今日はムン・ソンヒと申します。今日はこんなお忙しい中、たくさんの方に、来ていただいてありがとうございます。私も朝鮮新報というところで20年間記者をしてまして、で今は週刊金曜日の、編集者をしているんですが、こんな新聞記者の、大先輩の方々の前でお話をするということは非常に緊張しております。でまた今日日本記者クラブの講演にお招きいただきまして本当にありがとうございました。ではパワポを使ってお話をさせていただきます。で基本的にですね、私は新報を辞めた後は経済の研究を基本的にしておりますので、今日はちょっと違った角度から、経済、というか実体経済ですね、北朝鮮の今どんなことが、あったのかということを、私の経験からお話をさせていただくというのが中心になります。で、まず地域市場のことからお話をしたいと思います。私が初めて、統一通りの統一通りというのは平壌の中にある、市場なんですけれど、
通りの名前なんですけど、そこの地域市場を訪れた感想というのはですね、2008年に初めて訪れたんですけれど、1996年と2003年に平壌特派員を務めてた時とは全く違うびっくりするような光景が繰り広げられてました。でそれがまあこんな写真の感じなんですけれど、とにかくないものがない感じでですね、びっくりしました。もう一つはなんかそこでいろいろな後で説明しますけど、物を売ったりとか袋を買わないかというこうつきまとってくる女性がいたりとか、まあ値引き交渉があったりとかですね、なんかここはやはり平壌なのかというちょっとびっくりするようなことが繰り広げられていました。で、皆さん地域市場というとこう闇市場と勘違いというかこうちょっと勘違いする部分も中にはあると思うんですけれど、まあ、そこで地域市場ということについて少しその歴史的な話からご説明をしたいと思います。で地域市場の前身というのは農民市場です。で農民市場というのはですね、まあ、共同農場で農民が生産した農産物や畜産物の一部を、まあ、農民が一定の場所で住民に直接販売する合法的な商業形態で、これは、決して闇市ではありません。で1948年に在来市場というのが、北朝鮮の各地にできまして、でそれが、まあ、1950年に農民市場という名前に変わります。で一度1958年に、個人農は廃止されて、その時に、農民市場は廃止されるんですけれど、64年に復活して月3回営業する形で続いてきました。で私も1989年に一度その農民市場を訪れたことがあるんですが、その時はですね、やはりあんまりこう目立たないようなアパートの塀に囲まれて、ひっそりと営業しているような、そんな感じ で農民が休みの日の1がつく日ですね、1日11日21日で、まあ、たまには31日と、まあ、そういう感じで営業している感じでした。でところがやはり皆さんご存知の通り、90年代後半に至って、まあ、経済危機によって供給システムが崩壊します。でこの時にはやはりほぼ、農民市場がですね毎日開催されるようになりました。でこれを、北朝鮮の当局は当時金正日政権でしたけれど、廃止しようとするのではなくて、じゃあもうこれはもう国家として地域市場にしてしまおうということで、地域市場に2003年になります。でこれはもう基本的に国が認めている市場です。で、まあ、その今まで農民市場との違いはですね、まあ、穀物とか工業製品とかを販売できるようになったというのが一つの特徴です。で、ここで北朝鮮の経済システムについて説明したいんですが、まあ、皆さんご存知の通りソ連型社会主義計画経済を導入してまして、1945年の朝鮮解放直後から地主や資本家らを徹底的に粛清すべき、まあ、つまり金儲けを悪とみなして排除してきた、そういう状況があって、まあ、社会主義計画経済の根幹というのは、まあ、供給制度だったわけです。でその供給制度というのはですね、国営の企業工場で生産された製品を国定価格で国営商店などを通じて人民に供給するシステムです。で基本的には注文制でして、まあ、いろんな人が注文をするとそれを計画的に生産して供給する、まあ、そういう商品供給制度で、穀物などは両国専売所というのがありまして、そこで国定価格で供給するという形をとっています。で生活物資は国営商店でというのは百貨店とかですよね、そういうところで販売するというのが、まあ、名目上なっていました。ただしこの先ほども申し上げたように90年代後半の経済危機、これは、まあ、北朝鮮では苦難の行軍というふうに呼んでいるんですが、それによって、まあ、崩壊する供給制度が崩壊したということです。で、ちょっと戻るんですけど、これが、まあ、
国営商店の一つの、これは平壌第一百貨店という北朝鮮で一番有名な百貨店なんですけれど、そこで売られている、まあ、展示されている写真です。で、横のパナソニックの2ギガっていうのは、これは私が統一通りの市場で購入したもので、なぜかパナソニックのものが売っているという、そういう感じで、ちょっと写真を使ってみました。で、この隣 の、 百貨店の、ご覧になると分かるんですけど、前の方は外国製品です。で、後ろの方は北朝鮮のものなんですが、やはりその見ると非常に品質の違いが分かると。で、やっぱり外国製品はものがいいので、いいということと、もう一つはこの写真の面白いところは、やはり外国製品のものが、お金の価格が非常に高いですね。で、後ろの方の北朝鮮のものというのは非常に安いというふうに値段がついているというのが、この写真の特徴です。で、まあ、先ほど申し上げたように、供給、経済危機によって、供給制度が崩壊するという中で、人々が生活物資を購入する場所としては、農民市場、これは合法なんですけれど、皆さんがよく言っている、闇市ですね、それはキルゴリ市場というものが各地に出てきます。キルゴリというのは韓国語で、朝鮮語で路上という意味で、これはあちこちに、それこそ道端で洗面器の中にいろいろものを入れて売ったりする、まあ、そういうタバコを売ったりとかですね、そういったものがあちこちに出てきました。で、これはいまだにおそらく、まあ、私も長年平壌にはもう行ってないんですがあります。で、地方ではまあ地域市場の近くでですね、これは私が目撃したんですが、卵を売って売り買いをしているハルモニー、おばあさんなどがいて、まあ、多数の人が道端に座って品物を販売していました。で、もう一つ面白かったのは、自宅の前でカバン、こうスーツケースみたいな大きなカバンを広げてですね、タバコとか飴とかガム、パンなどを販売していると。で、これはなんでこんなのがあるのって、現地の人に聞くと、市場にまで行けない人が利用するんだということですね。なので、市場よりは少し割高にはなっているということです。で、こういうものは平壌でも路地裏やアパートの庭とかに、存在する一つの個人商店と言ってもいいんじゃないかというふうに私は考えています。で、これは全然全くキルゴリ市場ではないんですけれど、平壌に行くとこういうような商店というかですね、ちっちゃなお店があって、夏はこういうふうにこうかき氷とかジュースとかそういったものを売ってるんですが、冬になるとここで、焼き栗とか焼き芋とかを売っている、こういうお店はあちこちに見ることができます。で、これを写すのも結構案内には嫌がってですね、私にが最後に写したら、なんかとうとう写したなと言われたんですが、まあそんな感じで、非常にこういうのも、向こうではすごく嫌がるようなこの現象だということがあります。で、次にですね、まあ、私がまあ市場で目撃した行為について、残念ながら市場での写真撮影は全く禁止されていて、さすがの私もできなかったので、写真はありません、申し訳ありません。ただ、そこで目撃した行為としては、一つはまあ値引き交渉ですね。で、実はそれはもう私自身が体験したことで、私に対してこう安くするから買っていきなさいとか、マツタケを例えば30ドルを23ドルにしてあげるとか言ってですね、7ドルも負けてあげんだから買えと、まあ、そういうおばさんがいたりとかですね。で、それを交渉してると隣からまた他の店員さんが来て、いや、こっちの方がもっと安いから買いなさいよっていうような感じで、売る値引きを交渉する。で、こちらの方もですね、それを分かってて案内人と一緒にからもすごい安く叩くわけですね。で、こっちの方が安いって言ってんだけどどうなんだって言ったら、最終的には非常に安くしてくれるというようなことを体験しました。で、もう一つは面白かったのは、買い物袋を売る人たちが存在するんですね。で、これは私みたいに大量に物を買っていると、あ、この人は結構金持ちのおばちゃんなんじゃないかというふうに思われて、付きまとってくる、女性の方々が何人もいました。で、それは何かというと、まあ、その人たちはその人たちで買い物袋を売るという、
商売をしているんですね。でこういうようなものが存在するでもいうのことと、もう一つはその外貨で取引が本当は市場では OK ではないはずなのに、OK だったというのが2010年ぐらいからはもう大丈夫になっていました。でもう一つは売ってはならないものを売ると、これは例えば穀物は最初の頃は良かったんですけど、途中からダメになって市場では売ってはダメとなったんですけれど、まあでも市場でこっそりと言えば出してくれるというようなところもありましたし、国産のタルピという、北朝鮮ではタルピというのがあってですね、それはスケトウダラの干物で非常に、こうビールのあてとかに使って、なかなかいい人気の商品なんですけど、それが国産と中国産では値段がすごく違うんですね。で当時私がやっぱりでなぜかというと、その国産のはやはり非常に美味しくて、北朝鮮産の方がでなので少し値段が高い、だいぶ高いんですが、その乱獲が原因でスケトウダラが少なくなっているということで、これも2008年当時は売っちゃダメだということになっていたんですが、私が国産のが欲しいというと、こうやって下からでこうやって出してくれてですね、売ってくれるという、まあ、そういうことがありました。でこういうことを北朝鮮当局者は非社会主義的、行為という形で非常に嫌うんですけれど、だからといって罰則を与えても仕方がないというふうに、なっています。で、名前が面白いんですが、そのキルゴリキルゴリ市場を説明する前にですね、私がもう一つ経験した面白い話としては、テドンガン沿いのテドンガンというのは、まあ、北朝鮮の平壌を中心を流れる非常に大きな、ソウルで言えばハンガンみたいなところなんですけれど、その、テドンガン沿いをいつも毎日ちょっと運動不足解消をするためにジョギング、していたんですけれど、地方から来た行商人のおばさんに出会いました。でこの人は、在日、朝鮮あ日本から帰国した人だったんですね。で彼女がスケトウダラの干物を買えと、で10匹で1000円にしてくれるって言ったんですね。日本円で1000円にしてくれる。で私は迷って一回ジョギングしてるのでお金は全く持ってないんですが、まあ、ホテルの近くでジョギングしてたものですから、じゃあちょっと待っててって言ってホテルのに戻ってお金を1000円持ってきてあげたんですね。でそのおばさんにいろいろと話を聞くと、こういう話なんとかこう非常に自分は生活が困っているんだと。でこう月に1回ぐらい、地方に住んでるんですけど、その地方から出てきてこういう干物を売って購入儲けたお金で、地方に行って米を買うんだと。でなんかちょっとすごいかわいそうな気持ちになったんですけれど、でその割にはすごい血色が良くてですね、私よりいいなんか日傘を差しててですね、どこが生活困ったのかなってよく分からなかったんですけど、とにかくそんなんでこうちょっと情にほだされて1000円で買ったんですね。でそしたらその次の日もそのおばさんいるわけですね。で多分1週間か2週間ぐらいずっと私は目撃したんですけれど、だからおそらくこの人も商売人なんじゃないかなというふうに感じました。でこういうおばさんはやはりその市場で、実は市場に場所代を払えば市場で売れると思うんですけれど、その場所代がもったいないのか、その場所代を払うお金がないのか、とにかくそういう形でまあこう直接販売をしていると。でこれは一つの知恵だと思いますね。まあ、そういう形の人も結構存在するという、しかも平壌に存在するというのは面白いと思います。で、それと同じような形でそのキルゴリ市場っていうのが、先ほど申し上げたようにキルゴリというのはまあ路上で、で路上で物を売るから闇市なんですけど、こう地元ではですね、北朝鮮の人たちはメットギシジャンと言っていました。でメットギというのはバッタのことで、そのバッタ、なぜバッタと呼ばれるかというとですね、こういう闇市というのは取り締まりの対象なので、警察の人たちが来ます。でその警察の人たちが来るのを察知してみんな逃げる様子がバッタに似てるということで、バッタ市場と呼ばれていたんですが、これが2012年頃になるとですね、ダニ市場というふうに名前が変わるんです。でなぜダニ市場かというとですね、一つはやはりその市民がですね、そこで物を買っている人たちが、この人たちも生活のためにやってるんだからと言って警察が取り締まろうとすると批判をするようになった。でそれ
でいいじゃないか、こんなの程度だったら痩せてあげなさいというふうな、こういわゆる世論ですね、そういうのが増えてきたということと、賃金ぎ、そこにへばりついて、だからその商売人たちもそこにへばりついて離れない、それでダニ市場に名前が変更したというような現象があります。これはもうおそらく、変わらない、だからおそらく当局も別に闇市とか言わずにもう認めているような現象はあると思います。で、それでちょっと外貨の話をしたいと思うんですけれど、まあ、先ほど申し上げたように市場では、まあ、外貨での取引が表向きは、禁止になっていました。それなのにですね、2010年になると外貨で支払っても文句は言われなくなって、まあ、その代わりお釣りは北朝鮮のウォンでくれるという。で、まあ、この時の会話はですね、店員が、まあ、10ドルが1万5000ウォンというふうに言ってお釣りをくれたんですが、だから1ドルの実勢レートがここで1500ウォンというのが私が分かったわけですね。なんですけど当時公定レートは1ドル100ウォン、101ウォンぐらいですかね、だったんですね。で2011年夏の実勢レートは2500から2900ウォンぐらいでした。でこういう形でドルのレートはしょっちゅう変わるということがあります。で同じような話でね、スーパーで、実勢レートで交換、外国人もできるようになったんですね。で2012年、先ほど申し上げたようにこういうお金というのはじゃあ北朝鮮をどこで買えるかというと、まあ、案内人に頼んで、なぜかというと1ドル100ウォンだったら全然こちらの方が損をするので、これはもう案内人に頼めば、どっさりとこういうこうお金が返ってきたというようなところはあります。でスーパーではですね、まあ、実勢レートで交換することをすでに許可をされていて、で北朝鮮に2012年に、中国との合弁のスーパーマーケットができました。でそこは本当に皆さんはどう日本で住んでると全然驚かない現象ですけど、北朝鮮でずっと買い物をしたりした経験のある私にとってはこのスーパーっていうか、いわゆる買い物袋に物を入れていって最後にレジで精算するという行為がこんなにこんなことができるの、北朝鮮であるのっていうのがびっくりするような話だったんですけれど、まあ、そういうスーパーが出現していました。でそこではですね、1階に外貨交換所があって、まあ、外国人がそこで買い物をしようとすると外国の、ただそのスーパーマーケット内ではウォンでしか取引ができないので、ウォンに必ず北朝鮮ウォンに変えなきゃいけないんですね。で、まあ、そこでドルやユーロ、元などを北朝鮮ウォンに交換するんですけれど、驚いたのは実勢レートで交換してくれたということです。で当時2012年の6月が、日本円が 46.80 ウォンで、ユーロが5330ウォンで、アメリカドルが4000ウォン、中国元が625ウォンという、こういう形で、ちゃんと貼り出して書いてあってですね、で私がお金を出すと、その時ユーロがあったので、ユーロを渡すと、その通り交換してくれました。だから、それは本当だったら、その時のもう公定レートっていうのは、101ウォンとか、1ドル101ウォンとか、そういったことは書いて、ホテルとかに行くと書いてあるんですけれど、まあ、スーパーとかではもうそういう実勢レートを使っていたというのがあります。でやはりその北朝鮮で物を買ったりレストランで食事をしたりするとユーロで払っても必ずユーロでお釣りをくれるわけではないんですね。例えばドルや元とかがでドルで帰ってくる生出しもドルや元が混ざってたり、ね、中には北朝鮮をウォンでくれたりで最後は何もないとガムくれたりとかですね、もうそれガムで我慢しろみたいに言われたこともあるんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、全般的に外貨が不足しているのは巷ではですね、確かな現象だと思います。で、じゃあ市場に対してキム・イルソンさんとかキム・ジョンイルさんはどのように考えているかということなんですけれど、まあ先ほども申し上げたようにやはり非社会主義的な場所という形でいつかはなくしたいというふうには思ってらっしゃるんですが、それでもキム・イルソンさんは例えば日用品や副食物を国家で十分に供給できない現状では個人が副業で生産し市場で売って何が悪いのかというふうなお言葉とかですね、法律で農民市場の市場をなくしたところ
で闇取引は依然として残ると、まあ、そういうふうなことをおっしゃってましたし、キム・ジョンイル氏も市場を強制的に抑え込もうとしても闇取引が横行すると、で闇価格が上昇すれば人々の生活には不便を与えると、でこれはまあ公式な話としても公的な言葉として出ている言葉なんですけれども、まあ、こういう形で本人たちご本人たちも指導者たちも、そういうものが存在することは仕方がない、まあ、いわゆる必要悪みたいな形で考えていた部分があります。でただやはり最終的には市場はなくしたい、なぜかというとそれは市場ではびこるいろんな非社会主義的現象があるっていうのもそうなんですけれど、もう一つはやはりその供給制度が復活させなければ計画経済というのを守れない、すなわち社会主義国家としての経済システムが崩壊してしまうと、まあ、そういうすごく恐れがあったのではないかと思います。で、それなんですけど金正恩政権下で市場は、むしろ拡張されています。で一つの例として、ジョンズ・ホプキンス大学の米韓研究所のカーティス・メルビンさんという方が衛星写真で分析したところによると、公式市場が2017年3月に436箇所あったのが同じ年の8月5ヶ月後ですね、46箇所が増加しているということがあります。でもう一つのこれは話としては、金正恩政権下で2012年から17年の間に20箇所以上の公式市場が新たに設けられたと、で70箇所以上が拡張しているということです。で後ろおそらくそれはもう衛星とかから、で写真を撮れば分かるような話 でここから言えることは、市場を金正恩政権下ではなくすのではなくて、むしろ拡張している、ということが言えると思います。で次に新興富裕層の台頭、というところ、なんですけれど、皆さんやはりその新興富裕層が台頭しているので貧富の格差が激しくなっているとか、そういうような情報報道がいろいろあると思うんで、まあその点について少しご説明したいと思います。でこれはまあ平壌のある一日の風景なんですけれど、まあこんな形で若い子たちはジルバを踊ったりですね、でカラオケを機械を持ってきて外でカラオケやったり、まあ、みんな結構こういうふうに楽しんでいるというような余裕のある生活が今できるようになっているというのが平壌、まあ、もちろん地方と平壌はちょっと違うんですけれど、平壌ではもうこのような生活風になっているというところがあります。で私がその2011年代とかに北朝鮮で聞いた話としては、一つは1990年代後半、これはやはり先ほど申し上げた経済危機の時ですね、その人のある女性の財布には100ドルしか入ってなかった、まあ、100ドルだと1万円ぐらいですかね、女性が今ホテル経営者になって大成功して大金持ちになっているんだということとかですね、で平壌大劇場というのが平壌ホテルの目の前にあるんですけど、そこに非常に大きなレストランがありまして、でそのレストランだけではなくてそこで結婚式もできたり、そういうような大型ないわゆるレジャーシステムみたいなのがあるんですけど、そこの経営者も女性なんですね。でこの人も一応富裕層に入ると、で朝から食事を配達させる、そんな金持ちの方もいらっしゃるというふうにお聞きしました。でもう一つ面白い話は、私がそのテドンガン、先ほどのテドンガンというところで友達とピクニックをしていたら、最後らへんにおばあさんがやってきて、食器を洗いましょうかというふうにやってきたんですね。で私は何を言ってるのか最初よく分かんなくて、その現地の人に聞いたら、いやこの食器を洗おうって言ってくれてる、言ってるんだけどどうするみたいに、いやそんなことは頼めないからそんなやる必要ないと言ったら、それはもちろんそれただでやってくれるわけではなくて、いくらかのお金を払えということなんですけれど、要するにそういう食器洗いをさせるような人たちもいるということにちょっと驚きました。でもう一つは案内人ガイドさんに、向こうのガイドさんに、こちらの方からおごることはあっても、おごられることは一切今までなかったんですけれど、ある時おごってくれたんですね。いやすごいこの案内人すごいなと思ったら、妹が美容院を経営しているというような感じで、ありました。でもう一つ私の、まあ、運転手さん、やってくださった方の娘さんはうさぎ料理専門店を経営しているというような感じで、
こういう方々が結構いろいろ出てきているというのが今の現象です。でその成功者を見て、じゃあこの人は非社会主義的人間だから抹殺しなければいけないではなく、自分も商売をやりたいと思う人が増えてくる、増えてきているというのも確かです。でなんですけど、もともと資金が、元手がある人は別なんですけど、資金がない人が頼るのが、トンジュという方々なんですね。でただ私はこのトンジュという言葉を現地で聞いたことはありません。なんですが、韓国のメディアとか研究者とか日本のメディアとかでトンジュというふうに呼ばれる新興富裕層がいるというふうに書いてあるので、確かにそれはそういう方々が存在するとは思うんですけれど、私はむしろそのチャンサックンという、チャンサックンというのは韓国語で商売人のことなんですが、そういうふうに向こうの現地の人が呼んでる人たちは聞きました、よく聞きました。でただこのトンジュという方が、名前はどうあれそういう方が存在するのは確かで、何をやってるかというと、金を貸したり投資をしたりとかいう感じですね。で、先ほどの、商売の話のところで、資金がない人が頼るのが要するにトンジュというふうになります。でそういう方々がどんどんやはり金を貸して、返せればいいですけど、返せなければ、その失敗を、商売失敗して返せない人も出てくる、もしくはでもやっぱり取り立てるので利息と一緒にお金をトンジュに払わなければいけないと、そういうような現象が起きていることによって、やはりその貧富の差ができているのではないかというのは私は確かだと思います。で、トンジュと政権というのも持ちつ持たれつの関係というふうに考えています。で一つは自分の経験した、そこでですね、じゃあ金正恩政権になって、じゃあこういう方々が登場してどういうふうなことが起きているかということの一つのあれ、一つの立証する形として、名目 GDP の上昇があると思います。でこう2011年から見てくると、2012年が金正恩政権の正式な発足ですが、その頃からやはりずっと上がっていて、2015年2016年少し下がってますけど、また上がっているというような形で、少しずつ経済は回復しているというのが実は実際ではないかと。で制裁とかを浴びながら受けながらも、このぐらいのことをやっているということは、やはり何かこう内部で何かこうそれなりのものがあるんじゃないかというふうに、そこは私はちょっとなかなか、調べきれなかったんですけど、あると思います。で、ですね、一つここで、北朝鮮の人々の、たくましさというか、そういったものを、学んだ、現象として、列車が止まった時にどのような、ことが繰り広げられていたのかということを、ちょっと申し上げたいと思います。でこの話に関しては私の書いた新書でも詳しく書いたんですが、ある地方に行った、帰りの、列車が止まってしまうんですね、小さな駅で止まってしまうんですが、北朝鮮で列車が止まるということは別にそんな珍しいことではなく、結構丸一日止まらなかったり、止まってしまって動かなかったりですね、そういったことはよくあることです。で私も何度かその地方に行くときに列車に乗って、帰りも列車に乗ったことがあるんですが、まともにきちんとした時間で帰ってきたことはないですね、というのが当たり前のようになっていますが、丸一日止まっている間に線路の上で市場が立つんですね。で市場をこう見てると、例えば洗顔とか歯磨き、用の水を提供してくる小学校低学年の子がいたり、マツタケを線路上で干す若者がいたりで、このマツタケを線路上で干す若者は、地方から平壌にマツタケを売るために持ってきたんですけど、その電車が止まってる間にマツタケが要するに鮮度が落ちてしまうといけないので、干していた。でこれは私は
やっぱりこれ買わなきゃいけないなと、日本ではとても松茸なんか買えないので、じゃあこれは買おうじゃないかということで案内人と、に頼んで、私が直接交渉するわけにはいきませんから4本購入しました。で当時1本、これ2011年の話なんですけど 0.8 ドルだったんですね。でこういう感じで、別に計画経済でやってればこの松茸をそのまま平壌に持っていかなきゃいけないとかではなく、まあ、やはりそのこういうふうに市場が立ってもうそこの場で売買をするという、まあ、一つの経済の市場化が進んでいる現象ではないかというふうに思います。で実際この松茸、買った松茸がこれでですね、横にトウモロコシとかこういったものを買います。でこれ電車の中で後ろの方に焼酎が見えるんですが、先ほど解説していただいたようにちゃんとこうやって焼酎を必ず持ち歩いていました。で結局もう丸一日またずっと電車が動かないので、私はお金いろいろその地方の、帰るときにいろいろ物を買い込んだんですけど、食べ物が尽きてしまって、で、添乗員さんに乗務員に頼んでスープを作っていただいたんですね。これがスープです。で松茸のスープすごく美味しかったんですけど、でこのちっちゃな駅だったので、まあ、ほとんど何も市場といってもあまり売っているものがなくて、でご飯とかお弁当ぐらいしか売ってなかったので、まあ、お弁当といっても白いご飯に、唐辛子がついてたりその程度のものなんですけども、まあ、それを買ってこのスープと一緒に食べたんですけど、もうやはり何かすっごいお腹も空いてたし、いろんな意味ですごい美味しかったですね。今でも思い出します。だからこういうで、でもすごく気持ちがありがたかったんですけど、ただではなかった。でちゃんと添乗員にこれ作ってくれた乗務員にチップをあげてた、私に黙った案内人があげてたので、やはりそういう意味でもそんなにやっぱり金が必要なんだなというような一つ考えたところがあります。でこういう感じで、列車が止まってたんですけれど、まあ夜になっても結局動かなかったんですね。で、まあ、でちょっと9時半、夜の9時半ぐらいでもううとうとしていたら、なんか笑い声とか歌声とかが聞こえてきて、何をやっているんだろうと思ったら、その昼間市場が立っていたところに、乗客の方々が降りて歌を歌ったり漫才をしたりとかですね、笑わせたり踊ったりなんだりしてるんですね。でいや この人たちっていうのは本当に非常にたくましいというか、だからこういう腹が立つじゃないですか。例えば電車がずっと止まったままで、そういうことではなく遊びに変えてしまう、そういったものが私はすごく好感が持てました。で次の日にも結局電車が動かなくてですね、そうすると朝ごはんをみんなそこの市場の線路の上で作ったりなんだりしてるんですけれど、そこでその先ほどの松茸売りの青年たちの前をうろうろする、ホームレスの子とか、まあ、北朝鮮ではコッチェビと言われる不老女の子たちがいて、そしたら、ちゃんとその人たちに白いご飯を分けてあげて、だけどもっとちゃんと働けみたいな感じで説教してる、まあ、そんなような様子を見て、まあ、ある意味じゃすごく微笑ましいなというような感じがしたのを覚えています。では、金正恩労働党委員長の経済政策、というようになも、のについて少し、ご説明したいと思います。北朝鮮では、まあ、社会主義企業責任管理制というのが今導入されていまして、これは2013年3月の朝鮮労働党代表者会議で金正恩氏が述べたことです。で、まあ、何をが目指しているかというと、結局はもう国家が独占していた権利を企業に移譲する、経営権を企業に移譲するということで、基本的にはもう独立採算制が非常に進んでいるというようなところがあります。で企業によってはヘッドハンティングを、するところも出てきたりとかですね、非常に、普通だいたい3000ウォンとかぐらいの賃金なんですけれど、24万ウォンぐらいの賃金を払うような、そういうような企業も出てきたりしてて、そこの企業にみんな行きたがるというような現象が起きているのも確かです。で
それが農場ではどういう形でっていう行われているかというと、共同農場で保田担当制という形で実施されています。で、北朝鮮の共同農場でどんなことが起きているか。で、保田担当責任制というのはですね、まあ、大体、農場員1人とか 2,3 人の少人数で1つの区域を担当、します。で、この分配というのが生産量に応じて行われて、少人数ならその分分配量も増えるということで、ある程度こう個人農みたいなものが少しずつ出てきている。で、そうするとインセンティブが高まるので、生産量も増えるというようなところが、あると言われています。で、今までと違うのはですね、分配された穀物の処分権が、農場員で、これが、処分、そういうのは今までもあったんですけれど、この、穀物が要するに、この昔はお金で、だから生産した分、国が買い取ってそのお金をあげますということだったんですけど、今は現物で、農場員に与えられると。で、それで何が起きるかというと、その現物を市場で売る現象が起きます。で、そうすると市場の価格というのは、米の価格は、例えば国定価格が44ウォンぐらいだと、市場では今4000ウォンから5000ウォンぐらいで売られていると思うんですが、まあ10倍100倍10倍ぐらいに、100倍ですね、それぐらいの値段で売ると。そうすると農民は儲かるということが、で、金持ち農民が誕生していると。携帯買ったり、DVD 買ったりとかですね、そういう農場員たちが誕生しているということです。で、これは、いわゆる中国の農業請負制度と、どのように共通点があるのかということを表にしてみました。で、この農地という、まあ、皆さんもすでに、農業請農家経営請負制度というのはご存知だと思うので、説明はしませんけれど、まあ、中国の改革開放の、まず最初は農家のそういう、請負制から始まったというふうに言われている、改革、政策ですが、それがどう北朝鮮のその保田担当責任制と、違うのかというところを表にしてみたんですけど、農地に関しては、まあ、各農家が分割して個別に請負う。で、これは北朝鮮では個人 2,3 人が一定の範囲を担当する。もちろんこれは国がまず分担するんですけれど、そういうことになっています。で、上農に関しては、まあ、契約に基づいた生産物が中国に対しては、北朝鮮の場合は土地使用料ですとか灌漑使用料などは、その代金は上に上げなければいけないということになっています。で、まあ、この共同蓄積は置いといて、処分権なんですけど、やはり各農民に与えてられているという、この部分がやはり一番大きいのではないかというふうに考えます。で、もちろん、北朝鮮に関しては収賄行政省といういわゆる穀物とかを担当する、省に販売をすることを奨励しているんですけれど、まあ、先ほど申し上げたように市場で売る農民も、誕生しているということです。で、もう一つ、その経済特区開発区を実は、キム・イルソン・キム・ジョンイル政権時代よりもたくさん作っているんですね。で、一つ、まあ、これは過去にはこういうことがあったということで、まずキム・イルソン、91年に北朝鮮では91年に初めて経済特区というのをラジンソン門というところに設置します。で、2002年に、は新義州、シニジュというところに特別行政区が設置されるんですが、まあ、これはいろいろあって2004年に一度廃止されます。で、同じ年の、10月と11月には、皆さんご存知のように韓国との間の、協力、経済協力の一つのシンボルである、金剛山観光地区と、ケソン工業地区の設置があります。で、2011年には、ファングンピョン黄金壺イファドという、これは、新二重の近くの中朝国境地帯なんですけど、その島に経済地帯を設立するということで、まあ、こういう形で4つの経済特区ができます。で、同年2011年6月8日にはそのファングンピョンイファドの、経済地帯とラソン経済貿易地帯でを朝中共同で開発、管理する、まあ、そういう着工式が行われたんですけれど、この時に出てきた人が、まあ、責任者であったのがチャン・ソンテクさんです。で、チャン・ソンテクさんは、キム・ジョン、委員長の、おじさんでいらっしゃいます。
で、それがですね、キム・ジョン政権になって、ですね、2013年3月の 党中央委員会全体会議の、で、各党の実情に沿った経済開発区の指定を、指示します。で、5月29日に経済開発区法が採択されて、11月21日には各道に13カ所の経済開発区ができるというような形で、実は24カ所にできるんですね。ただ、この2013年12月12日にチャン・ソンテクさんが処刑されることによって、中国との関係が悪化し、マラソンやファン・グンピョン・イハドの共同開発は困難になるというようなこと、現象が出てきます。で、それにもかかわらず、経済開発区構想というのは、そのまま続けられて、2014年にはまた新たに6カ所経済開発区に指定するということになっております。で、これが一応北朝鮮にある24カ所の経済開発区と経済特区を地図にしたものなんですが、こういう形で、昔はですね、この四隅、に、キム・ジョン・イル・キム・イルソン・キム・ジョン・イル政権時代には四隅にあった経済特区が、こうご覧になると分かるように全部国内全般に散らばっているということがあるのと、面白いのは平壌市に経済特区開発区が一つあるということです。で、今までは絶対に経済平壌だけはそういうものは作らなかったんですけれど、キム・ジョンウンさんの時代になってそういうことも行われているということがあります。で、次に私のその、得意分野というかですね、ビールの話をしたいと思います。で、なぜビールの話をするかということなんですが、皆さんも一度平壌にもし行かれる機会があったらぜひ飲んでほしいんですが、テドンガンビールというのがありまして、非常に美味しいんですね。で、これはもう韓国に北朝鮮が勝てるものがあるといえば私はビールだと思うぐらい、私もビール好きなんですが非常に美味しいです。で、この私はこのビールというのが、テドンガンビールというのは、北朝鮮が市場経済化する一つのシンボルになるのではないかというふうに考えています。で、それは皆さんにお配りしたプレイボーイのインタビューでもお話ししているんですけれど、実は北朝鮮ですごくビールは90年代は非常にまずかったんですね。で、ここちゃんと泡があるんですけど、泡があるビールを飲んだことがない。昔は本当にビールスカスカの、本当にこれビールなのみたいな感じだったんですけれど、このテドンガンビールっていうのが登場してから、ビール、泡があるビールが、登場すると。で、北朝鮮の人々はこれをガスメクチと呼んでいます。で、ガスというのは、ガスですね、その文字通りで、ポコ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 ガスが起きるみたいな、そんな感じのビールが出て、で、生ビールのことをそういうふうに表現しているんですけれど、このビールが登場することによって爆発的に、北朝鮮内でも国内でもビールの生産量が増えていきます。で、しかもその1000人が入るビアホールがオープンして、これがビールを入れているところなんですけど、こんな感じで、ビアホールが誕生して1000人ぐらい入るので、そこに仕事帰りに1杯飲んでいくという人たちが結構見られるようになったんですね。で、苦難、先ほど申し上げたように苦難の行軍とかの時代はそれこそお酒を飲む、そんなことよりもお酒を飲む前にとにかく食べるものだったんですけれど、少し2003年ぐらいからは経済にも余裕が出てき始めて、こういう形で、ビールを一杯飲んで帰るというような人たちも増えてきました。でも立ち飲みなので、基本的にそんなに長居をして酔っ払っている人を見たことはないんですけれど、だいたいこう先ほど言ったそのタルピっていうスケトウダラの干物とかですね、ピーナッツとかのを当てにして帰っていくので、一杯1000ウォンぐらいなんですけれど、3000ウォンぐらいの給料もらっている人から言えば、1000ウォンは、ビール3杯飲んだら飛んでしまうということには、計算上はそうなるんですけど、なぜか皆さん結構飲んでて、結構飲めるようになってて、だからおそらく私は供給権とかなんかそういうのがあるんじゃないかなというふうに考えています。だからその供給権で買えるものは少し安いんではないかというふうに考えています。で、こんな感じでですね、これは2016年8月に、
ビール祭典というのを開催して、外国人の人たちをたくさん呼んで、まあ、ビールを宣伝していることがあります。でこれはガイドブックなんですけれど、テドンガンビールという感じで、これは2016年に出てるんですが、まあ、こういう形ですごく一生懸命宣伝しようとしているということを考えると、北朝鮮はやはりそのビールを、非常に世界市場に売ることによって外貨を獲得する、しかもテドンガンビールを飲む人たちが、たくさん観光地に訪れてくださいというような思いがあるというふうに考えて、このビールというのが一つの北朝鮮を改革開放に導く、まあ、そこまで大げさに言えるかどうかわからないんですけれど、一つの手段になるんじゃないかというふうに考えています。でちょっと時間がないのでもここら辺は簡単に説明します。でムン・ジェイン大統領になって、まあ、非常に北朝鮮と韓国の関係、南北関係は非常に良好なんですけれど、経済関係はどうなるのかということなんですが、まあ、昔この、キム・デジュン、ノ・ムヒョン政権時代というのは非常に南北関係が良好だった時期には南北の交易が盛んで、2000年からこういうふうに見ていただくとどん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 上がっていったことがあります。でこれが2009年でパッと止まってしまうんですね。でそれは皆さんご存知の通り、イ・ミョンバク大統領が、もう南北北朝鮮との関係を、あまりよくこう進めないというような方針で、非核化しない限りは、対価を与えないというような政策を取ったことによって、最終的には2009年ぐらいからストップしてしまうということがあります。もちろんその天安門の沈没事件とかですね、ヨンピョンドの爆殺事件があって、まあ、そういうことに対して韓国が怒りを表明する形で経済協力が、遮断していくわけですけど、もともとはそういう保守政権の誕生によっては南北関係がやはりそう後退していく、そういうような現象が起きていました。でただ一つ残っていたケソン工業団地に関しては、2015年まではこういう形で、これは青いのが生産額で、オレンジ色ですかね、これは北朝鮮の労働者の数なんですけど、どん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 上がっているのが分かると思います。で今、このケソン工業団地と、クンガン山金剛山観光というのを復活させるというのが一番、こう一つの南北経済協力の出発点として考えられるのではないかということで、ムン・ジェインさんもその9月に会ったときに、それをこの宣言の中に、南北の宣言の中に入れています。でそれがこの2つですね。2018年2つの宣言が南北の間では結ばれたんですけれど、経済にだけ絞ってここでまとめてみると、板門店宣言4月27日に関してはこの 10.4 宣言というのは、ノ・ムヒョン大統領とキム・ジョンイル総書記の南北首脳会談、第2回南北首脳会談の時に結ばれた合意書ですけれど、この時に結構具体的に経済協力関係についていろいろと述べられているんですね。でその述べられていることを推進するというようなことがあります。でなんですけど、一時的には、まあ、こういう鉄道道路の連結程度を明記したという、ことです。でその2つ目の9月の平壌共同宣言では、もう少し踏み込んで、まあ、鉄道道路の連結や現代化の着工式を行うということや、ケソン工業団地、クンガン山観光も条件が整い次第正常化するというようなもろもろが、宣言の中に盛り込まれました。で実際その道路の連結等に鉄道道路の連結に関しては、まあ、国連安保理が南北の共同調査を許可した、まあ、一つの制裁がある意味では少しずつ徐々に解除されていくのではないかというのは、こういうところから始まるというふうに思います。ただそのやはりそのケソン工業団地とかクンガン山観光というのは、この条件が整い次第というのは、まあもうご察ししていただくと分かると思うんですけれど、制裁が解除されるということですね。で制裁が解除されない限りはやはり正常化が無理だというようなところで、まあ文在寅政権にとってもちょっとジレンマで、そうするとやはり非核化になっていって、それはもう南北では解決できない、米朝で解決しかないというふうになります。でそこでアメリカと
の関係で、もう来週27、28日にハノイで南北米朝首脳会談が予定されています。でここで皆さんやっぱり振り返っていただきたいんですが、2017年にはこういうふうに罵り合っていた2人ですね。これはあの小さなロケットマンというのはトランプさんが国連で演説した内容です。でそれに対して老いぼれ狂人とまで言っていた2人なんですけれど、去年はこんなにニコニコ笑ってお話をするようなことになりました。じゃあでその時に米朝共同声明の骨子なんですけれど、こういう4つのことが話し合われています。合意しています。で新たな米朝関係の樹立、持続的で安定的な朝鮮半島の平和体制構築、北朝鮮は反問天宣言、先ほど申し上げた南北間で結ばれた反問天宣言を再確認すると、で朝鮮半島の完全な非核化に向けて努力をするということですね。で戦争捕虜行方不明者の遺骨発掘返還、まあ、こういう具体的な話も入っていますが、こういう形で、アメリカとの間で、まあ、共同声明が結ばれています。でただ、その後何かこう大きく進展したとかそういったものはなくて、まあ、制裁が解除されたわけでもなく、こう何か物事は動いていないんですが、だからハノイで、来週何が起きるかということは非常に重要な問題になってくると思います。でここで最後のまあ結論としてですね、キム・ジョンウン委員、じゃあどうなるかということは私も占い師ではないので言えないんですけれど、キム・ジョンウン委員長は新年の字で経済重視を強調しています。で経済という言葉を昨年は21回使ったことに対して今年は38回使っていると。でもう一つはやはり2月8日にトランプ大統領がその米朝首脳会談のハノイでの開催を発表した際に、キム・ジョンウン体制の北朝鮮は経済的に非常に不況な集団になるだろうと。でもう一つは北朝鮮は全く違う種類の経済ロケットになるはずだ。でジョージ・ソロス、なんかこう投資家の方とかも北朝鮮は今投資するチャンスがあるというふうに言ってらっしゃるアメリカの方もいらっしゃるんですけど、そういう形で、まあ、最後に残った一つの経済もしかしたら活性化する、投資する場所としては非常に魅力的な場所なのかもしれないというふうにアメリカの人たちが、考え始めてくれればいいかなというふうに考えます。でもう一つはやはり最後に申し上げたいのは、北朝鮮はやはりそのこういうことが実現するためにも非核化が必要だということになるんですが、体制保障と、まあ、その経済発展がもたらせるならば、私は、最後の最後まで確保するということはないと思うんですけれど、でも、今のところ、ミサイル実験、核実験は一切行っていないと、大きな実験を行っていないことを考えると、まあ、こういう形で、こう安定していくようになれば少しずつ米朝関係が改善して、経済的にも北朝鮮が改革開放に進んでくれることが、私にとっては非常に、望ましいことであり、ビールとテボドンという名前の本の名前をつけたのはですね、北朝鮮がビールという改革開放政策を選ぶのか、テポノンみたいなミサイル開発を選ぶのか、それによって北朝鮮の未来も変わってくれる。私はビールを選んでほしいなという気持ちでこのタイトルをつけたんですけれど、そのようになってくれればといいと思っております。お話最後までお聞きいただきありがとうございました。はい、ムンさん、お話ありがとうございました。写真もとても貴重なもので、ビールというものを象徴にしてですね、市場を開いていく気持ちがあるんじゃないか、世界市場に打っていく気持ちがあるんじゃないかというふうにおっしゃってまして、あと印象的だったのは、まあ、市場、市場ですね、電車が止まるとそこにもうみんなが市場を作ってですね、物を売り出して生活していくと、まあ、たくましい生活ぶりっていうのが本当に目に映るように、分かりました。で質問、じゃあ私の方から、はい、ちょっとさせていただきますね。2つちょっとお伺いしたいんですけど、今回
米朝首脳会談に出てきたのもやはり経済的な理由じゃないか、経済制裁がかなり効いてるんじゃないかというふうな見方もあります。もし何かお聞きになっていることがあったら教えていただきたいのと、インタビューの中にもありますけれども、今日本と北朝鮮の間には十分な意思疎通のパイプがありませんけれども、現地に行かれた時ですね、日本に対する期待だとか日本のブランドに対するその、憧れっていうのかな、信頼っていうのかな、そういうのがもし聞かれたとしたら教えていただけませんでしょうか。2つ、はい、ありがとうございます。1番目のご質問なんですけれど、最近私は平壌北朝鮮に行っていないので最近のことはよくわからないんですけれど、経済制裁が効いているとすればやはり経済成長は実はないんじゃないかと思うんですけど、先ほどの表にもある通り図でお示しした通りこう結構上がっているというのがあるというのが1点と、ただガソリンとかはですね結構制限されていて、チケット1つに1枚に対していくらっていう何キロっていうようなこのギリギリのラインが決まってて、そのチケット1枚しか使っちゃダメだと1日、そういうようなことはあります。だからやはりエネルギーはちょっとこう痛手が、石油とかですねそこら辺は痛手があるんじゃないかという実際的には話は聞いています。ただ全体的にはその平壌に行った人とかを話を聞くとそれほど、いや実はだん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 発展しているんだというような話は聞きますし、そういう意味ではちょっとこのいつもそこは不思議なんですけど、どうやって乗り越えているのかはちょっとよくわからないところがあります。でもう一つその日本やはり今、日本だけが海洋の外とかいろいろ言われるんですけれど、私はその北朝鮮に行って非常にその日本製品に対する彼らの、尊敬ですね、リスペクトというか日本製は間違いないというふうにおっしゃる方が非常に多くて、中にこう日本のもので向こうに行ってこう取材したりしてプレゼントでボールペンあげたりなんかにするとすごく喜ばれたというようなところがありますので、やはり日本製品に対するこうブラン日本というブランド、日本というブランドですね、日本のブランドに対する非常にこう信頼度というのは高いというふうに聞いていますし、憧れてもいると思います。はい、ありがとうございました。それじゃあ会場から質問どうぞよろしくお願いします。手を挙げて、はい、そう、個人会員の川北です。ですね、国営商店とあとおっしゃったその、キルゴリですか、闇市場、はい、での物の値段の差というのはどれくらいなんでしょうか。なんか割高だというふうにおっしゃったんですがね、例えばソ連の末期ですと国営商店で物がなくなって、しかし闇市では物があった、しかし値段は、文字通り桁が違っていたと、10倍100倍ぐらいに、その程度の違いなんでしょうか、あるいはそんなには違わないのか、あるいは米の値段でね国定価格と自由価格では10倍100倍というふうにおっしゃったので、その程度の違いはやっぱりあるのかどうか。ありがとうございます。私が見た国営商店は平壌第一百貨店とか、その程度なんですけれど、おっしゃる通りその国営商店、市場ですね、いわゆる総合市場、地域市場、すでにその値段が相当違います。でここで、今日資料を持ってくるのことができなかったので具体的な価格はここでっていうのは言えないんですけれど、例えばビールとかですと、市場キルゴリとかで売ってるものが8000ウォンぐらいするとすれば、普通の国営商店とかでは800ウォンぐらいで買えると、例えば10分の1ぐらいですね。でそれはなぜかというとそれが供給する価格になるので、ある一定程度この計画的に生産したものはその値段で売ると、でそれを買えなかった人たちがじゃあということで市場に行くわけなので、市場価格はどうしても上がっていくということになります。でそれはやっぱりその一番象徴的に示すのが米の値段だと思うんですね。それはなぜかというと2003年にその市場を総合地域市場を出すときに一緒にその生活物資の
とか穀物の価格を改定するんですけれど、2002年ですね、7月1日に。でその時に、基準にしたのが米の価格なんです。なので、米はその例えば44ウォンにその当時したんですけれど、その時すでに800ウォンとか市場地方とかではですね、そういうふうな開きがあったので、もう今は米はだいたい安定してきてて6000ウォン、5、6000ウォン、もうちょっと下がったかな、4000から5000ウォンぐらいを前後しているというような感じがあります。で向こうの人に行くと1ドル1キロの値段っていうふうに言うので、まあ、1ドルがその要するに米の1キロの価格が向こうのだいたいレートっていうふうに言えると思います。はい、じゃあどうぞ前の方。毎日新聞 OB の上倉と申します。職業の選択についてお伺いしたいんですが、先ほどから話聞いたらかなりなんか自由に仕事をしている方がいらっしゃるようなんですが、私の認識の不足なのか、まあ、小学校の時から進路先が決められてて自分で勝手に職業を選べないというふうに私はそういうふうに認識しているんですが、その辺はその、例えば地域市場をやってるとかそういう人たちはどういうふうにしてそういうことをやってるのかお聞きしたいんですが。ありがとうございます。おっしゃる通り、基本的には国が定めた場所に配置するというのが北朝鮮の今でもおそらくそれはそういう名分でやってるとは思うんですが、90年代後半のその経済危機の中で、まあその持ち場であるいわゆる工場とかですね、企業所とかに働きに出るのではなくて、そこで行っても給料もらえないので、じゃあ勝手に自分たちが市場に行って物を売ったり、まあ例えばそのキルゴリって闇市で物を売ったりするようなことに走る人たちが増えて、まあそういうことがなし崩し的にどんどんなっていったのが一つあるので、まあ職業選択の自由というよりはですね、まあそういうふうにせざるを得なかったみたいなところがあります。でそれは男性よりも女性が多いですね、市場に物を売ったりする人たちは。それで、やはりその時点でも男性は、決められた工場とかで働かなければいけないと、世帯主は一人は必ずそこに働かなきゃいけないというのがあるので、そこで働きます。でなんですけど、その女性の人たちがこう市場に行って稼ぐというようなことは、現象として起きるというのがあったのと、最近になるとですね、少しやはりその経営を、だから企業経営を、企業に任せると、まあ、企業が独立採算制でやっていくという時に優秀な人材をやっぱりヘッドハントしてくるというようなことは起きているのは確かみたいです。でそれはもう別に隠し事でも何でもなく報道もされている事実で。それから富裕層が生まれるメカニズムっていうのはどういうふうになってるんでしょう。どうなんでしょうね。だから一つの方法としては、まあ、向こうでは外貨を持っている人は富裕、まあ、こう強くな、だから貿易とかなんかに携わると一つは金持ちになっていくっていうのがあると思いますし、もう一つはやはりその先ほど申し上げたようにそのお金を貸して、まずは最初はちっちゃい時から貸してその増やしていって、それを例えばアパートとかそういったものを建てるときに投資をして、その不動産で儲けるとか、まさしくその資本主義社会で起きているのとは全く違わない、そのようなことで儲けている人たちが出てきているんじゃないかと思います。ありがとうございました。はい、じゃあこちらの方お願いします。朝日新聞 OB の水野です。ムンさんが平壌特派員にいらした96年当時、私もワシントンの方に特派員で行ってまして、やっぱり当時北朝鮮の飢餓問題というのについて取材をしたときに、国務省のキノネスという分析官が人口の 5% ぐらい餓死したんじゃないかということを言ってたんですね。でムンさんの本も北朝鮮では餓死があったということを書いていて、それから餓死者のようなものを見たとか、それから北朝鮮の演劇でですね、自分の娘を餓死させた英雄というのがですね、今演劇になっているというんですが、当時の
90年代の餓死というのがどのぐらいの規模だったのかということについて、どのぐらい情報が出てて、ムン先生の今の推計ではどんな規模だったのかということについてのご意見を伺いたいのとですね、最新の今日なんかロイター通信が流してるんですが、北朝鮮の国連代表部がなんか WFP に要請文を出してですね、今年もまた食料生産が495万トンぐらいで50万トンぐらい足りないと、だから4月から配給を550グラムから300グラムまで半分にしなきゃいけないと言ってですね、なんか米朝会談を前にまた少しこう情報操作をやってるように思うんですが、ムン先生が書いてるこの一連のまあなし崩し経済改革というか、それによって北朝鮮の経済の状況というのは解決できるのかどうかという大きな枠組みについてお伺いたいです。ありがとうございます。非常に難しい問題2つだと思います。で、1つその餓死者についてはですね、いろいろな統計があって、20万人余りだという人から200万人余りだという方がいて、一番参考に私はしているのは、在日の経済学者のムン・ホイルさんという方が、だいたい30万人ぐらいだという数字を出しています。だからそれがその大げさではない数字ではないかと思っています。で、その今回に関してはですね、ムンホイルさんの著書とかにも出てますので、それをご覧になっていただければと思うんですが、ただ私はだからその現場で倒れている方を見たとかそういう程度なので、何人その北朝鮮で何人というのは当然発表はしないですし、そういうことで言えば正確な数字はわからないというのが、あるです。すみません。ただ先ほど申し上げた水野さんがおっしゃったように、その演劇とかにも餓死、ということを題材にすること自体は、だから自分たちもそういう時代があったということを認めていることではあると思います。で、もう一つはその WFP の、話なんですけれど、どうなんでしょうね、その495万トンというのは少ない数字では私はないと思ってて、最近の生産量でいうとそんなにこう極端に落ちているというふうには考えてないんですが、もう一つはその300グラムの供給量1日多分おそらく1人当たりというのも、地方ではほぼもう供給がない状態なので、こういうことはどうなんだろうなというのはちょっと分からないところがあります。ただやはりその援助はしてほしいというのが本音ではないかという、そういうところだと思います。で非常にその最後の大きなテーマであるこうなし崩しの経済改革なんですけど、私のやはりその研究テーマでもあってずっと追い求めたいのが、その北朝鮮は市場経済化するのかというようなところにかかってくると思うんですけれど、やはりその下からの市場化というか、下ではもうすでにそういういわゆる先ほど説明したちっちゃな現象たちがいろんなところで起きているということは、もう市場経済化が始まっているというふうに考えてもいいんじゃないかというふうに考えています。で、それをキム、まあ、その北朝鮮の指導部の方々がどこまで決断するのかというようなところは、今回の米朝首脳会談であるとか中国との関係であるとか、そういったものを図りながら考えていくのではないかと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ前の方どうぞ、そちらの壁が庭の方、はい、どうぞ。はい、NHK 塚本です。どうもご無沙汰しております。はい、ご無沙汰しております。先ほどトンジュと政権は持ちつつ持たれつというお話をされました。この新興富裕層というのは、そのおそらく政権当局からすると、その経済成長を引っ張ってくれるありがたい存在だけれども、あんまりのさばっては困るという存在だと思うんですね。ですので、どうやって関係を結んでいるのかが非常に関心があるんですけれども、この金持ちたちは、その政権側といいますか、単に例えば警察に金をせびられないようにちょっと賄賂をやるとか、そういうことなのか、それとももっとシステム的に
政権側が金持ちたちを手なずけるというようなですね、まあ、例えばその中国であれば改革開放の初期にはその万元庫の農家に、中国共産党の党員の資格を与えるとか、まあ、そのことをやって手なずけていたと思うんですけれども、どのような関係性があるのか、現地で聞かれたエピソードのようなものがもし終わりであればお話しいただければありがたいです。ありがとうございます。私がちょっとちらっと聞いた話なんですけれど、まあ、例えば今いろいろ高層ビルが高層住宅がすごく建ってますよね。チャンジョン堀とか黎明通りとかで、そこの例えば45階ぐらいどこのアパートとかっていうのは特定はできないんですけれど、その45階ぐらいまでの、20階ぐらいは、国がお金を出して、国家の配置でそこに入居をさせると。でそれ以外の25階に関してはそのトンジュの人たちがお金を投資して、でそこにマンションをその売買する権限を与えられると。でそういうような感じが、だから国家が全てをその建設費用を賄えない場合、そういうトンジュの方々がお金を投資して、またその投資した分を自分たちがそこで売り買いすることによって儲ける不動産をというようなことがあるというように話を聞いたことがあるので、もしかしたらそういうことで、それは政権にとっても悪い話ではなく、お互いが持ちつ持たれつになるのではないかと。だからその単に賄賂を渡してこう黙ってもらうとか、そういう こう小さな話ではないとは私は思っています。でただやはりそのトンジュが政権を脅かすような存在になってくると、非常にやっぱり警戒するとは思います。ただ今のところはそういうような感じではないですし、でもう一つはその先ほど万元庫 の農民の方々に党員証を与えて、という例えば江沢民なんかはその資本家に資本 経営をしている経営者とかに党員証を与え、党員の資格を与えて、それが非常にそのやっぱり画期的だというような分析もあるんですけれど、私もまだそのトンジュの人たちをに党員を党員としてその資格を与えたという話は聞いたことないですが、もし北朝鮮がそのトンジュの方々にも党員の資格を与えるような時代になれば、これは非常にもう完全に市場経済化を進めていくという一つのシグナルになるのではないかと。これはそういうことを確認できたということではなく、一つの私の推測に過ぎないんですけれど、そういうふうに考えています。はい、ありがとうございました。じゃあ前の方から後で後ろの方の方差し上げ共同通信の杉田です。どうもありがとうございました。ちょっと私も、まあ、今日伺った話は大変新鮮で大変感謝しておるんですけども、やっぱりこのトンジュの存在にしても、やっぱり平壌の街並みにしても、非常にこう北朝鮮が置かれているその、まあ、先ほどちょっと制裁が効いているのか効いていないのかという話があって、まあ、まあ効いていないんだなということになるだと思うんですけども、しかし、そのじゃ具体的にですね、どういう貿易をして、 どことどういう貿易をして、これだけのお金を、個人が稼げているのかと、そこがちょっとなんか もうちょっと知りたいなという素朴な思いがあるんですよね。でそれは例えば兵器の武器とか兵器とかそういうようなものなのか、単なるなんかその普通の通常の商品でそういう、そういうこう富裕層が誕生するのかどうなのか、その辺が もう少し分かれば教えていただきたいなと。それからあと2つ目は、後半におっしゃられたその、米朝関係が安定して、安定が続けばということ、まあ、これはまさにそうだと思うんですけど、その、比較化すれば経済発展を保障するというのか、経済発展が保障されれば非核化するかということ、まあ順番の問題がやっぱりどうしてもちょっと気になるところで、その具体的にですね、こうどういったこうまあいわゆるシークエンスというか順番付けであれば、その金正恩さんがそういうまあ動きを始めていくというような環境づくりになるのか、その辺もお考えがあれば伺いたいと思います。
ありがとうございます。1番目の問題に関してはちょっと正直言って分かりかねるというのが正直なところです。で、特に武器とか兵器とかっていうのはもう別に貿易省がどの人たちがやってるのかすらも分かりませんし、そこはちょっと私が答えられる範囲内の知識は持ち合わせていないで申し訳ありません。で、米朝関係のその順番の問題なんですけれど、これはもうアメリカと北朝鮮は全く反対のことを言ってるわけですよね。でアメリカはまず非核化しろと、で北朝鮮はやっぱりそこがギリギリのところでやっぱり非核化は最後の最後だと思う。でしかもその朝鮮半島の非核化と言っている以上は、自分たちも非核化するけれどアメリカの脅威も取り除いてほしいということだと思いますので、それがない限りは、非核化はなかなか、難しいと。それが今やはりその最後の最後の交渉で、まあ、難航しているんじゃないかと今日朝日新聞にも出てましたけれど、そういった部分があると思います。やはりそこにはそのアメリカを非常にやっぱり脅威に感じている北朝鮮のがあって、やはり、過去の、イラクのフセインとかですね、リビアのカダヒ大佐みたいにでもやっても結局は最後は倒されるんじゃないかという、そこら辺のことをきちんとやっぱり保証してあげれば私は非核化に、体制保障ですね、やはりそこ体制保障がまず順番にあって、で非核化があって、まあ最終的にはそうすれば、経済制裁が解かれれば経済、いろんな国が進出できるようになるというようなところがあると思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ一番後ろの方。毎日新聞の倉重と申します。今日のお話は本当に生き生きとした経済話ありがとうございました。だけどやはりですねちょっと日朝の話をずっとですねお聞きしたいんですが、この本のね、はい、最初の前書きのところでですね、はい、やっぱり2002年のね小泉訪朝の時に出てきた拉致問題をキムジョンイルさんが認めたというですねことのショックについてですね、はい、書かれて、それがムンさんの、まあ、人生もある意味で変えたようなね大きな話だったと思うんですね、はいはい、でそこで時にですね北朝鮮の最高指導者がね認めた事実、要するに、5人生存8人死亡でしたっけね、事実をどう我々がねあれからもう十数年経ってますけども、うん、受け止めたらいいのか評価したらいいのかってことがまず一点とですね、これからそれから全く十数年この話は動いてないんですけどね、今後どういう展開がね予想されるのか文さんのお見立てがあればぜひお聞かせください。ありがとうございます。拉致問題に関しては私も自分の、本の、まあ、読んでいただければまあ、そこに書いたことがほとんど全てでして、拉致問題に対する気持ちというのはですね、で私自身も非常にショックでしたし、まさか中学2年生を拉致しているとは思いもしませんでしたから、まあ、非常にショック でやはりこの件に関してはもう 100% 北朝鮮が、いけないのだと思います。でただその後の展開が非常に膠着してしまったのはやはり日本にも問題があるのではないかというふうに考えていまして、でやはり私はその拉致を入り口論にするよりは何か交渉をやはりしていく過程で解決していく方法を模索していく方法があったらいいかなというふうに考えるんですけれど、まあ、それ以上のことはちょっとなかなか難しい、私の口から申し上げるのはなかなか難しいところがあります。でもう一つはその、日朝でした、米朝、二つ目の質問は申し訳ないです、二つ目の質問をもう一度お願いできます。拉致問題の見通し、まあ
見通しは、まあ、先ほどの答えに集約されるのかなというふうに考えるんですけど、難しいですね。はい、申し訳ありません。はい、拉致問題に関してこの本にはですね、もう読まれた方いらっしゃるかもしれませんが、編集局にこう9月17日に朝から電話が殺到してですね、朝鮮語で抗議する声があったと。それで皆さん編集局の人が電話を取らなくなったというふうに書かれています。こういう話は私も遠回しに聞いてましたけれども、ムンさんが本当に自分の名前で率直に書かれたというのは本当に驚いた思いがいたしました。この時には日朝関係がうまくいくと朝鮮新報の記者の人たちもみんな信じていた、そうでこう暗転してしまったということですね。新しいその時のことを書いていただいて、どうも感謝したいなと思ってます。はい、最後にどうでしょう、一つか二つもしご質問があれば。はい、どうぞ。元日本テレビの倉沢と言います。どうもこんにちは。私も2015年に5月8月に2回ほど行ったんですけど、ちょっとびっくりしたのが、マーケットもさることながら、携帯電話の普及とタクシー、カッコつきではあるんですけれども、やはりその通信手段とカッコつき その移動の自由というのを、やはりその平壌の人たちが手にし始めたというのは経済に与える影響と僕は非常に大きいんじゃないかと思うんですが、それについてムンさんはどう思われるかというのが1点目と、2点目はですね、この同じ日本記者クラブで、田中欽さんが講演されたときに、日朝の関係なんですけどね、日本とやっぱりその北朝鮮の間の、パイプというんですかね、人的なネットワークあるいはパイプが非常に途切れているというお話をされていたんですけれども、これを再構築するにはどうしたらいいというふうにムンさんはお考えでしょうか。はい、この2点お願いします。ありがとうございます。おっしゃる通りだと思います。やはりその一番大きな変化は携帯電話とかタクシーの、本当にタクシーの量が増えた。でタクシーはだいたい多分初乗り1ドルとか2ドルぐらいだと思うんですけれど、そういうのを払える人たちがいて、で昔はそんなみんなだいたいこうバス乗ったりなんだりっていう手段なんですけれど、もしくは歩いたり徒歩とかですね、なんですけど、簡単にタクシーを利用するようになってるっていうのは非常に驚きです。だからそういったことが普通になっていく形の中で、私は北朝鮮の人たちの考え方自体も非常に変化していくと思いますし、でもちろんその携帯は国際電話ができるわけでもなく、インターネットも別にインターネットができるわけではなくて、外の世界のものは遮断されていてイントラネットなんですけれど、でもやはりそのチャットをする子たちがいて、そのチャットをするあまり勉強しなくなったりとかで、携帯のスマホとかでスマホでいじってこうなんか私たちもよくホテルで店員とか何もしてくれなかったりとかですね、結構チャットで遊んでたりとかって、そういうようなことが起きているのを見ると、もう普通の日本と変わらない、そういうのがあると思います。でそれはやはり例えば携帯がたくさん売れているということは、それだけその経済、先ほどのタクシーを乗る人たちが増えているとかっていうのは、やはりそれ一つ思ってもそのなんていうかな、こう需要と供給がどん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 バランスが取れていって、国に落ちる国お金が増えていくということになる、とは思うんですね。そういうのが一つあるとは思います。で2番目 その日本と北朝鮮とのパイプ、私もやはりその人的ネットワークは非常に重要だと思って、で特にこういう、やはり北朝鮮みたいな国と付き合っていくためには、やはり長いこと北朝鮮とやっぱり水面下で交渉するような方々がいなくなると、
なかなか向こうの情報も入ってこなくなりますし、非常にその関係性としては良くないというふうに思います。だからアメリカなんかでも結局は今回やはりこういう形でこう行き来をしてるんだと思うんですね。そういうようなものが必要だと思うんですけれど、いかんせん今なんていうのかな、何でもかんでもダメみたいな感じになってるじゃないですか。だから北朝鮮の渡航を自粛しますと言っている時点で私はもうそこで切れてしまっているというような気がしますし、まあ、一つの例で言うと、私が2012年とか2011年とかに、北朝鮮の本とかを買って自分の勉強のために持って帰ってきたんですけれど、北朝鮮で買ったものは全て没収という形で羽田とか成田とかで全て没収されてしまうんですね。でやっぱり敵を知るためにはその敵が何を考えているかって知る必要があると思うので、そういう文献を没収するよりはそういう勉強をして政策を練る方々が増える方がいいとは思うんですけれど、そこら辺のことからまずこう解決していっていただきたいなというふうに感じます。はい、ちょっと時間は過ぎましたが、どうぞ。じゃあ最後ということですいません、じゃああと2問にしましょうかね。いいですか。あ、どうぞ。はい。朝日新聞北野です。今日はご苦労様でございます。はい、米朝首脳会談が近いので、最近はムンさんは北朝鮮に入れていないと思うのでなかなか難しいんですが、北朝鮮の市民一般の人たちがこの、まあ、南北も含め米朝こういう対話は進んでいるんだけども、なかなか経済制裁は非核化の問題も含めて動いていないわけですが、そういう普通の人たちがこう何を期待している、こうなればいいなと、そういう南北や米朝が進むことでこうなればいいなと思ってるんじゃないかというようなところをぜひお伺いしたいんですけど。ありがとうございます。おっしゃる通り、私2012年以降平壌に北朝鮮に行っていないので、今の状況がどうなっているかというのは申し上げることができないんですけれど、やはり、一つは生活が楽になりたいというのが本音だと思います。なので生活楽になるためには、米朝が関係改善することも南北の経済協力が活性化することも、それがすべて北朝鮮の人たちの、暮らしが楽になることにつながっていくというふうに私は考えますし、でもう一つはやはりその戦争がない状態、というのを望んでいると思うんですね。でそれは向こうに、行くと分かるんですけれど、全民武装化という言葉があるぐらい、皆さん基本的に、銃の撃ち方やら何やら主婦とかでも知ってるようなそんな国ですので、やはり何かあるとすぐに緊張して、それは生活にやはりすごく非常に影響してくる部分があるんですね。だからそういうことがなくなることが北朝鮮の人々にとっても実は望ましいと豪人たちも思っていると。だからそういう常にこう何かがアメリカに攻撃されるんじゃないかとかいう心配がなくなることを非常に望んでいる。だから米朝首脳会談とか南北がうまくいくということは北朝鮮の人々にとっても実はすごく重要なことだと思います。はい、どうも。じゃあ最後ということで、はい、お願いします。はい、まあ、理由はですね、別に特になくて、まあ、政治的に思想的に嫌になってとかそういうことではないです。まあ、外国にいろいろ行くときに不便が多かったりするので朝鮮籍ですと、まあ、そういうことですね。はい、いや私はもうだから朝鮮のパスポートはないです。はい、はい、じゃあ長時間どうもありがとうございました。貴重な体験もお話しいただきまして本当に感謝いたします。今日はですね、ご自分の仕事をやる上での哲学なんでしょうね、真剣にやると知恵が出る、中途半端にやると愚痴が出る、いい加減にやると言い訳が出る、
やる気がないとため息が出るというふうに書いていただきました、はい、あのきっと雑誌を作るときにもこの哲学でやってらっしゃると思います、はい、じゃあまたあの機会を見てですね、あのお話しいただければいいなと思います。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。